Hey guys, I'm K です。今日は英単語の勉強法について紹介します。今回の単語の勉強法は、スピーキングやリスニングのためにいつもやっている単語の勉強方法です。ポイントは、3つあります。1つ目、単語ではなくて文で覚えるようにします。例えば、一つ目の単語、セメスターとありますが、セメスターではなくて、The new semester begins tomorrow というように文でなるべく覚えるようにします。二つ目、単語を見たら声に出して覚えるようにします。三つ目は、毎日、100個の単語を、覚えて、それを1週間繰り返します。早いテンポで次の単語、次の単語、次の単語というふうに移っていきます。例えば、The new semester begins tomorrow. で、意味が分かったら次の単語に行きます。There are 150 new undergraduates. Fill an empty vessel with beer. というように、どん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 早いテンポで、これを100個の単語繰り返していきます。そのように、勉強すると、リスニングやスピーキングの問題にも対応できます。では、やってみます。The new semester begins tomorrow.There are 150 new undergraduates. Fill an empty vessel with beer. Who's the owner of this grocery? The postage is 80 cents. Look up at the skyscraper. We secretly got together in the attic. Enter Anazuli. He's a police academy instructor. Make a serious blunder.ブランダーという意味が分からなかったら日本語の意味を見ます。で、日本語の意味を見てもう一回発音します。Make a serious blunder。はい。今日の授業終わります。また見てね。